はい。あ、セーラームーン R ですね。これって、アクションやったっけ？どんなんやったっけな？ゲームボーイ版って。ちょっとやってみましょうか。うん。女の子、男の子。ブラックムーン、ステージ1。今日はなるちゃんと海のがデートするとか言ってたな。冷やかしに行っちゃおうと。あ、静か出る。うさぎちゃん、今、うさぎちゃん今帰り。私はこれから塾に行くところなの。あ、そうか。そういえば、セーラームーンって中学生ですもんね。あ、これひょっとしてあれか、アクションじゃなくてアドベンチャーゲームか？でも結構絵は綺麗ですね。これ多分アドベンチャーですね。これアクションじゃないですね。リセット。ここはね、アクションっていうのがあったから、これやってみましょうか。どちらで遊びますか？いや、どっちでもいいよね。じゃあ僕が好きなね、これで行きましょう。セーラーヴィーナスで。うん、アクションありますね、ちゃんとね。アクションモードね。これでだからやられたら終わりってことにしましょう。ヒットポイント制なんかな、これな。シンプルですね。これ女の子モードってことは難易度低いのかな。男の子モード選んだら難易度が高くなるってことなんかね、多分。これ多分落ちたら一発で死ぬやろうな。回復めっちゃ出るもんな。やばい！危なかった今。突然か。心寂しきさまよい人よ。彼女の心の叫びを聞くがいい。ボス戦やねこれ。あ、しまった。これ、うわ、めっちゃ減るな。4ぐらい減ったね今。倒した。あ、倒したね。これに、2面ってことか。あれ？こっちか。逆か。あれ？あ、これ乗っていくのか。しまった。はい。これでもね、初めてですね、やるのね。僕は、実はね。初めてプレイしますよ。なかなか悪くないですよ、ゲームとしてはね。上行けないのか。これどうやって行くのこれ、届くんかいこれ。ジャンプだ。あ、届くんや。あー、やべ、すいません。
結構食らってるな。ああ、しまった。まあ、あの、スーパーファミコン版のね、セーラームーンの、なんていうのかな、ファイナルファイトタイプのね、格闘アクションの方もね、よくやってましたけどね。これも初めてですね。あ、しまった。で、回復した。ボス戦か。輝ける未来は自分の手で切り開くもの。この街の平和は君の手にかかっている。頑張れ。まあ、ボスと戦う前にいつもタケシード仮面が激励してくれるってことやね。おお。そして男っぽいな、この敵。男の敵っぽいな。やられた。負けましたね。はい、じゃあこれで終わりですね。